これより第2クォーターに入ります。磯野スーパースターズメインスタンド向かって右から左に攻める格好に変わります。ボールオンは自陣37ヤードから磯野スーパースターズファーストアンテン。第2クォーター、磯野スーパースターズ8ヤード付近からファーストアンテン。さあ中央のランプレーを投入。ラニバック22番ハンドを託され一周点に突入しました。これをゴールデンファイターズ22番仕留めまして、ゲインは2ヤードから3ヤードに留めております。キャリアとなりました以上スーパースターズ22番は今井、金沢大学出身。それを仕留めた22番のゴールデンファイターズは工藤でした。以上スーパースターズセカンドダウン8。ワイドレシーバーを見つけようとしましたが、急遽カバーされていると判断しましたスクラム。そこから緊急発進のランプレーに変えました。この判断コースをしまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター、素晴らしい判断で攻撃権更新果たしましたが、磯野スーパースターズの7番の足立、名古屋商科大学出身。さあこれにより相手陣に入りました。磯野スーパースターズ相手陣47ヤードからファースターアンテン。今度はランプレーです。ランニングバックに反応しまして、ランニングバック中央突破。オフェンスラインのブロックを繰り返しまして、約6ヤードから7ヤードのゲインに変えております。見事期待に応えたのは、磯野スーパースターズ32番の中川でした。そのスーパースターズセカンドダウン4、ボールは相手陣41ヤード。磯野さらにランプレーで展開しようとした際にランニングバック、そのボールを確保できずボールをファンブル。その浮いた瞬間をゴールデンファイターズディフェンス陣がリカバーしまして、一気に大きく返しましてのファンブルリカバーターンオーバーを決めました。投手変わりましてゴールデンファイターズの攻撃に変わります。非常に大きなプレーが発生しました。スーパースターズファンブルによって攻撃をしたいゴールデンファイターズは相手陣22ヤードからの絶好の位置からのファーストアンテン。パス不成功。クォーターバック7番構えまして奥を目がけんとパスを構えましたが、しかしターゲット見つからず、ランニングバック1番にパスを投げ捨てる形でパス成功に変えています。その大きな失敗ありましたが、しかしディフェンス陣はほころびありません。現在も素晴らしいディフェンスを見せています。さあこれを突破できるでしょうか。ゴールデンファイターズセカンドダウン10。ナイスディフェンス。ここでゴールデンファイターズはランプレーを展開しようとしましたが、そのスーパースーズディフェンス陣がこれに対応し、76番91番がタックルしまして、このラン阻止しております。そのスーパースーズ76番が岡野、中京大学出身。91番は早川、日本福祉大学出身です。
さあゴールデンファイターズサーダン点の状況に入ります。非常に有利な位置になりますが突破なるでしょうか。ボールオンは相手陣22ヤード。ここでホイッスル、ファウルマーカー反則があった模様、イエローフラッグが投じられました。反則が発生した模様です。ボールスタート本編ゴールデンファイターズ3対5ヤード、ダウンはサーズからのままオフェンスのペナルティーです。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームはそろってスタートをしなければいけません。またプレーの開始前は1秒間の静止が求められます。これを守れませんでしたので5ヤードバッターし、サードダウンのやり直しとなります。さあサードダウン15の状況を突破できるでしょうか。ゴールデンファイターズパスは成功。しかしここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。審判団オフェンス側に反則があったとコールしています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。しかしこれを磯のスーパースターズ取りません。プレー成立の形でフォースダウン、4回目の攻撃に変えます。結果的にゴールデンファイターズは4回目最後の攻撃権に変わります。磯野はロスをさせるよりも攻撃権を奪う形を選択いたしました。フォースダウン、さあフォースダウン15の状況、ゴールデンファイターズどのようにこの1回行使するでしょうか。フォーメーション組みます。プレーを行います。この15ヤードの突破をワンプレーで期待します。フォースダウンギャンブル、さあどのようなプレーを投じるか。選択者のオプションプレーでした。クォーターバック自らキープし攻撃権更新を図りましたが、しかしディフェンス陣が群がりまして、この攻撃突破ならず、4回目の攻撃失敗という形になりましたので、テイクオーバー攻守交代となり、磯のスーパースターズの攻撃に変わります。ファーストダウン更新はなりません。攻守交代、攻撃権はホワイトのユニフォーム磯のスーパースターズ。ゴールデンファイターズ非常に絶好のチャンスを得ておりましたが、しかし磯のディフェンス粘りましてこの攻撃を阻止しております。磯野ディフェンスに踏ん張りまして攻撃権取り返し、自陣24ヤードからの攻撃に入ります。磯野スーパースターズファーストダウン点、パス不成功。クォーターバックジャッシュマン、ここでロングパス、右奥に走り込んだ17番にパスを投じ、一気に前進図りましたが、これをゴールデンファイターズ体を張ったディフェンスでこのパスを阻止しまして、パス不成功に変えています。素晴らしいパスカバーでした。白熱した攻防のアメリカンフットボールの魅力です。さあしかし攻撃権は磯野スーパースターズ、自陣24ヤードからセカンドダウン10。今度は右に展開していたレシーバーへのピッチパス、短いパスを取らせ、そこからキャッチアンドランを図りました。15番、相手ディフェンスを群がる中、約これを7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。非常にタフなキャッチを決めましたが、スーパースターズ15番の伊藤でした。北海道大学出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。直行さんメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズ頑張りのメッセージ、今ゴールデンファイターズ奮闘しております。
現在 YouTube でこのアメリカンフットボールをご覧いただいております皆様にお願いがございます。どのようなメッセージできましたら選手への応援メッセージを忌憚なくチャット欄の方に書き込んでいただければ幸いです。またこの配信がお眼鏡かねましたら、高評価ボタンいただけると幸いです。これらの、行為は全てアメリカンフットボールこの試合を多くの方々にご覧いただく YouTube のプログラムに作動していたします。高評価の多さ、チャット欄のメッセージの多さが多くのそれまでご覧いただいていたい方々にこの試合をご覧いただく斡旋する促す効果が生まれますので、この試合を多くの方々にご覧いただくようご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。ここで磯野がランプレーによって攻撃権更新しました。磯野スーパーサーズバスター素晴らしいスピードで右を2タックル駆け上がりまして、そのスーパーサーズ攻撃権更新を果たしましたのは磯野スーパーサーズ24番の長谷川でした。名古屋商科大学出身。さあ攻撃権更新しまして、そのスーパースターズファーストの攻撃に入ります。ボールオンは自陣40ヤードから、そのスーパースターズファーストアンテン。ここでカーブの発生、スナップ見られクォーターバック18番後逸仕掛け、何とかそれを抑えようとしましたが、その乱れを生かして見まして、ゴールデンファイターズ47番が見事にそれを仕留めまして、約10ヤード以上のロスに変えています。見事に対応しましたのはゴールデンファイターズ47番の高萩でした。11ヤードのロス。さあ磯野大きく下がりまして、セカンドダウン21の状況になっております。失礼しました、20の状況になっております。ボールを自陣30ヤードからのセカンドダウン。パス不成功、パス不成功です。ここでクォーターバック18番一気にロングパス、この距離を一気に取り返さんとする大きなパスを投じ、ワイドレシーバー80番のキャッチ力にかけましたが、しかしこれはゴールデンファイターズディフェンスにカバーしておりまして、パス不成功に変えています。パス失敗により磯野スーパースターズサードに変わります。ご利用様メッセージありがとうございます。磯野スーパースターズへの応援メッセージ、現在磯野スーパースターズ構成に出ております。どうぞ皆様忌憚なくメッセージをお願いいたします。さあ磯野スーパースターズサードアンドトゥエリー、インターセプト、ターンオーバー。ここで右に展開し、ワイドレシーバーにパスを投じんとしました磯野スーパースターズ。しかしそれを取ろうとしたレシーバーボールを浮かしてしまい、その浮いた一瞬の隙を続いてゴールデンファイターズ22番がこのパスをダッシュ、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権は変わりましてゴールデンファイターズに変わります。見事攻撃権ダッシュに成功いたしましたのはゴールデンファイターズ22番のピョー。さあこれによりゴールデンファイターズ相手陣に入ってからの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ相手陣32ヤードからファーストアンテン。32ヤードからファーストアンテン。一気にこの状況を得点を狙うロングパスで突破しようとしました。レシーバーこれをわずかに届かず、パス不成功に終わっております。しかしターンオーバーのその状況を浮いているその一瞬の浮き足だったところをつく素晴らしい一発でした。さあしかし攻撃は継続です。ゴールデンファイターズ2回目の攻撃に入ります。ゴールデンファイターズセカンドダウン10。今度はランニングバックへハンドオフしての中央へのランプレー、キャリア1番密集点突破を図りまして、体をねじ込むように約4ヤードのゲインに変えています。ランニングバック1番は島田です。その体育生かしまして4ヤード確保しました。
ゴールデンファイターズサーダン6。ゴールデンファイターズセカンド。ボールオン相手陣29ヤード。レシーバーにヒッチパス、そこからキャッチアンドランし攻撃権突破を狙いましたが、これを磯野素晴らしいタックルで仕留めまして、フォースダウンに変えます。素晴らしい攻防戦になっています。5ヤードのゲーム、しかしファーストダウンには至っておりません。ゴールデンファイターズ、ゴールデンファイターズフォースダウン2、プレーを組んだフォースダウンギャンブル、このワンプレーで2ヤード突破を図ります。さあ中央突破どうか、判定どうか、審判団ジャッジをいたします。ゴールデンファイターズ投げ幕91番森川博之選手、中央ランプレー、ファーストダウン取ったか、微妙なところ、レフェリータイムアウト、レフェリータイムアウト、まあ、今のプレーがダイスワンを獲得したかどうかメジャーメントで確認をします。審判団ここでチェーンを使い実測します。ただいまのプレーでファーストダウンを獲得したかどうか、サイドラインよりチェックルを入れ実測いたします。ここでの攻撃権更新になるか否か、非常に大きな局面となっています。さあ判定どうでしょう。さあ先端が越えたかどうか、越えていない、フォースダウンギャンブル失敗、チェーンの角度微妙でしたが越えておりませんでした。従いまして攻撃権は変わりまして、磯野スーパースターズに変わります。磯野踏みとどめました。得点番の不調によりご迷惑をおかけしております。ただいまでの得点、ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点です。非常に面白い攻防でしたが、ここは磯野が踏ん張りました。攻撃権取り返し、磯野スーパースターズの攻撃に変わります。磯野スーパースターズ自陣22ヤードからファーストダウン10。ただいまでの得点、ゴールデンファイターズ2点、失礼しました、7点、磯野スーパースターズ2点。さあ前半残り時間が3分54秒となっております。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあトラブルあるか、判定どうか、ボールをファブル、幸い磯野が抑えておりますので攻撃継続となります。オプションプレーで右展開をいたしましたが、ここでランニングバックがボールをファンブルしました。しかしなんとか確保するに至りまして、このプレーは成立しております。約6ヤードのゲインとなっております。磯野スーパースターズセカンダウン10。ファースターランニングバック22番ハンドを放棄して中央突破、そこから左にカットバックをし切りまして大きく前進、相手ディフェンスを縫うようにすり抜けながら一気に攻撃権更新しました。そのスーパースターズファースター見事なダウン決めましたのは、そのスーパースターズ22番の今井、金沢大学出身。さあそのスーパースターズ46ヤードからのファースターズ10。
のスーパースターズバスター。ここでクォーターバックメランパスを投じんとしたところ、スクランブルで中央突破しました。しかしこの時にボールをファンブル落としましたが、それをリカバーしたのは磯野スーパースターズ84番。結果的に大きな原因となりまして、攻撃権更新です。磯野スーパースターズバスター。スクランブルしましたのはクォーターバック7番の嵐、名古屋商科大学出身。そのファンブルリカバーしましたのは84番の五十嵐でした。東北大学出身。さあ結果的に相手陣29ヤードに入りましたので、そのスーパースターズファーストダウン10。再びランプレー投入します。ランニング32番ハンドオフを受けまして、中央飛び込みまして、約1ヤードから2ヤードのゲインに変えています。ここでホイッスル。磯野、ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。そのスーパースターズ、ここで前半残り時間内に得点を上げんと、ここで作戦タイムを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。その権利使いまして、そのスーパースターズ、ここでタイムアウトを取りました。前半に3回、後半に3回、それぞれチームタイムアウトを要求することができます。磯野スーパースターズ、前半1回目のチームタイムアウト。さあ、非常に面白い攻防戦になってみました。ジュニアトーナメント2回戦、現在ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点の状況で、磯野スーパースターズが攻勢に出ております。磯野スーパースターズ、相手陣28ヤードからセカンドラインで試合再開。前半残り時間は1分23秒。キュービーサーク、ここでクォーターバックのラン右にロールアウトし、パスを投じんと構えましたが、その一瞬の隙がつきまして、ゴールデンファイターズ58番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。磯野、ここでたまらず2回目のタイムアウトを取ります。見事 QB サックしまして、この流れを断ち切りましたのはゴールデンファイターズ58番の西谷です。非常に珍しい名前ですが、西谷選手、素晴らしいプレーを決めています。ベスウチスタイン様、森川池のメッセージ、先ほどのゴールデンファイターズのフォースダウンのシチュエーションですね。森川選手、その体育を生かし中央突破し、攻撃権更新を図りましたが、磯野、これを執念で押し返しました。さあ磯野が現在攻勢にありますが、タイムアウト2つを消費しています。磯野スーパースターズ、相手陣30ヤードからサードダウン11の状況。試合再開です。ゴールデンファイターズナイスディフェンス、ここでランプレーを投入し、裏を突き地上戦で突破を図りました。そのしかしこれをゴールデンファイターズディフェンスライン陣一気に襲いかかり、69番見事ロスタックルし、フォースダウンに変えます。素晴らしいタックル決めましたのはゴールデンファイターズ69番の柴田でした。ここでホイッスル。ここでゴールデンファイターズが前半1回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ、ここでフォースダウンロングの状況に追い込んだことにより、逆に磯野が時間を消費しきることを恐れ、ここで守備でタイムアウトを取りました。残り時間1分ありませんが、そのチャンスで得点を狙わんと、ここでタイムアウトを行使します。
さあここでタイムアウトが入りました。磯野、この状況でこのタイムアウト明けにどのようなプレーを持ってくるでしょう。磯野スーパーサーズフォースダウン14でプレーを選択する模様です。フォースダウンギャンブル。パス不成功。ここでパスによりこの状況突破図らんというところでしたが、このパスはディフェンスカバーよく不成功となりました。結果4回目のプレー失敗ですので、攻守交代、攻撃権変わりましてゴールデンファイターズに変わります。ゴールデンファイターズ、これにより残り時間44秒ですが前半の攻撃権を得ました。さあこの時間内に得点を上げる形が可能となるでしょうか。ボールオンは自陣33ヤードの位置、規制34ヤードの位置。ゴールデンファイターズファーストダウン10。ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパーサーズ QB サーク。クォーターバック7番下がりましてロングパスを狙わんと構えましたが、ここを見計らいました磯野スーパーサーズ43番が QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ前半。ゴールデンファイターズここで前半2回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ時計を止めるため前半2回目のチームタイムアウト、試合終了まで前半終了まで残り時間の35秒。ゴールデンファイターズ下げられましたが、しかし得点を狙うためにここにタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ7点、一層のスーパースターズ2点、ゴールデンファイターズが5点のリードです。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。前半残り時間35秒、ゴールデンファイターズセカンドダウンスターティング。パス不成功。ここでクォーターバック7番一気にディープゾーンを目指すロングパス、左サイドの人間を駆け上がりました。レシーバーにパスを投じましたが、これは磯野のディフェンスにカバーよくパス不成功に変わっております。パス失敗でサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズパスは不成功、パスは不成功ですのでフィニッシュバックになっております。前半終了まで残り時間の27秒、ゴールデンファイターズサードダウン。ゴールデンファイターズサードダウンスターティング。オプションから自らキープし展開を図りましたが、しかしこれは磯野スーパースターズディフェンス陣奮闘し、さらに押し返す形でフォースダウンに変えます。ここでホイッスル。ここで前半戦終了です。前半戦終わりまして、ゴールデンファイターズ7点、そのスーパースターズ2点、ゴールデンファイターズが5点リードする形で前半戦終了となりました。しかし得点差以上に非常に白熱した攻防戦となっております。ジュニアトーナメント2回戦の模様です。共に地上戦に強みあらんと中央突破を図り、そしてゴールデンファイターズは着実に力強いランプレー、そして磯野鮮やかなスピーディーなランプレーと交代手の攻め方で展開をしております。六甲子おろし吹き荒れるこの王子スタジアムで勝ち上がりまして3回戦に進むのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これよりハーフタイムに入ります。